皆さんこんにちは、吉丸でございます。早速星空ニュースの方からやっていきたいと思います。公式ツイッターよりお知らせがいくつか上がっているのでね、見ていきましょう。まずですね、15日の金曜日からギガ電がやってきますね。はい、こちら生配信の方でもね、行くと思います。第2弾目ゴルドロスということですね。はい、ぜひ行きましょう。それから3月15日から4月の6日まで、お結構ありますね。メタルでレベルアップログインボーナスということで、まあ、ログインで600ジェムメタルの鍵などもらえるので、ぜひ、この間は星ドラやる時間がないという人もね、ログインだけでもしてみてください。それからマルチキャンプがもう今週かあるんですね。ぜひ行かれる方は気をつけてね、楽しんでいってください。それから西洋装備がね、ここに来て、来ておりますね。はい、ハンマー、爪、扇、コン、弓ということで、まあ、西洋に関しては結構スキルがね、優秀なものが多いんですけれども、これはどうなんですか、剣とかそういうのも入っているのかな。まあ新規さん、初心者さんの方は無理して引かなくてもいいかなというふうに思います。以前は西洋ハンマーでね、回復しながら、西洋の鉄槌でしたっけ、まあ、アークブレード版の、まあ、あのハンマー版があったわけですけど、まあ、祈りがね入ってきたことによって、まあそっちの方が全然回復したりとかね、回心も入ったり攻撃力も上がったりっていうことがあるので、そして僕個人的には扇が1個しかないんですよね、西洋の前がね。これがもう1個欲しいかなと思うんですけども、まあ1個持っているので、まあいいかなっていう感じかな。で一応プレミアムも、来るということですね。はい、まあ一応そんなところだけかな。ということで、ゲーム画面に戻ってみましょう。はい、ブッチーがですね、レベル30まで行きました。で今日今からなんか、なんていうの、戦ってみたいなと思っていたんですけど、ちょっと時間も長く取っちゃうと思うので、次回ですね、ブッチーを入れていろいろと戦ってみようかなと思います。なのでID 登録もして、皆さんもちょっとブッチーと戦ってみて、どのぐらいダメージ食らうかとか参考にしてもらえればなと思うんですけど、基本的にはね、チーム編成1、この一番右、アークデーモンですね。アークデンを入れていたところを今ブッチーに変えております。スキルが、魅惑魅惑ピオラにしてます。まあ、ピオラのところがね、若干、どうかなというところがありますけど、まあ、誰か一人素早さを上げてスキルを回していけたらな、みたいな感じかな。まあ、ただ全体攻撃、全体攻撃、全体攻撃という形で組めておりますので、その辺がどうなるかなというところですね。次回ちょっとこの辺の動画も撮ってみようかなと思いますので、興味ありましたらまたぜひチェックしてみてください。はい、ではですね、最後にセラフィム炊き出しだけやっていこうと思います。最近は炊き出し全然に跳ねきませんね。ぴょんぴょん。ぴょん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 、来い。うん、一羽でした。ということで、次回もお楽しみに。吉丸でした。さようなら。